ペンタクス Q03 フィッシュアイという魚眼レンズがあります。面白い魚眼効果が得られると、そういうレンズでありますけども、いかんせんこれ安い、ものすごい安く作ってあるレンズで、もうほとんどおもちゃです。フォーカスはマニュアルのみです。絞りシャッタースピードともに限界があります。オートフォーカス効かないのちょっと痛いですね。はい、そこでなんとこの純正のフィッシュアイよりもさらに安い値段でデジタルキング戸田聖光さんから魚眼コンバージョンレンズがね発売されてるんですよ。ポーチに入ってますね。しっかりとしたサイズの重量の純正のやつと比べるとこんだけ大きさが全然違うんだもん。この標準レンズの方にスクリューマウントでつけていきます。装着した感じがもう全然全然大きさが違うよね。まあでもかっこいいよな。ちょっと蹴られるかな、ちょっと蹴られるな。いやでもオートフォーカス効くのはやっぱ便利だよな。ほら、純正と違って絞りが調節できます。シャッタースピードの方もですねずーっと30秒までいけますね。はい、チーズ。そうだ、これね、前の部分がね外れるの。ほら、これで接写ができるんですよ。ほら、こんな近くまで接写できちゃうの。魚眼にもクローズアップにもできる一台二役、美味しいですね。しかも純正のレンズよりも安い、半額ぐらいです。デジタルキングの 0.38 倍セミフィッシュアイレンズでございました。